はい、どうもやっちゃんでーす。今回は各鉱石鉄のツルハシで掘ってどんだけ耐久を削れるか見ていきたいと思います。今回は各鉱石ワンスタックで見ていきたいと思います。では早速やっていきましょう。まずは石炭を掘っていきます。今回はね、分かりやすくするためにツルハシにジグタッチをつけています。よし、OK、すべて終わりました。ということで、一旦、写真の中にも写真の中よし、テストの中に全部しまったので、どんだけ削れたか耐久度を見ていきましょう。バグモード使いましょう。 F3 に H。 さて、これで入れるようになりました。どんだけ削れたのでしょうか。石炭64、鉄鉱石64。おっと、これはもしかして全部一緒なのか。ラピスラズリも64、金鉱石も64、ダイヤモンド鉱石も64、レッドストーン鉱石も64です。エメラルド鉱石も64、ネザー水晶も64。あれ、これ1ブロック1しか削れないのか、耐久が。かもしくはシルクタッチつけたのがダメだったか、どうなんでしょうか。よくわからないけど、まあこんな感じになりました。ちょっとね、試しにシルクタッチなしでやってみましょう。はい、ということで、再度両端にシルクタッチをつけずに10個だけ掘ってみたいと思います。ではやっていきましょう。まずは石炭から。OK、 さて見ていきましょう。耐久の減りは変わったのか。石炭10、普通はさっきと同じ結果で10だよね。ラピスラズリも10、金鉱石はさっきと同じ、ダイヤは10、レッドストーン10、エメラルドも10、レザー水晶も10。ということで、各鉱石鉄ツルハシの耐久値見ていったんですけど、なんと1ブロックに1しか耐久が削れませんでした。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。バイバイ。